まで、あ、トークポートありがとうございました。あ、ちょっと飲み物絶対なんか投げたらバレた。ちょっとやばい、今日のさ、スカートパンツ見えてくださいね。そうだよ、ね、違うよ、こう買ったやつがさ全部ヒリヒリじゃないと美味しくないそうじゃん、あ、そうじゃん、痩せなっちゃう、アイリーのさ、冷凍庫がアイリーのブロッコリーで埋まってる。ブロッコリー女。え、集合時間さ、どうする？あ、忘れてた。忘れてたわ、後で伝えるよ。伝えるよ。チュンさん、こんばんは。メイさんのお尻が話題になってましたが、なんでだろう、興奮しなかったって言われた。ショック、食、明日起きたら11時はやだよ。あ、言われてる。これは友達に、お前は明日ラジオ再送しろよって。頑張るわ、ラジオ再送だって、ね、聞いて。でもこれは言っていいのかな、私明日マイク表なのいいよ、だからあれ集中配信しました、あのこれ今フォーメーションが出来が上がったからね、出来たてほやほやだよ。今から作るのやばいね任せろって、明日ラジオ体操行くよ、任せろ。ねえねえ、冷凍庫あんたのブロッコリーで待ってる。何しとったか気になる、さっき。なんかパンツ見えて喜んでくれるからスカートめくり上げて遊んでた。チェンさん、こんばんざい。ラジオ体操来てよ。集合時間は8時31分だよ。ラジオ体操出てください。あ、やばい。みんなに言われてる。頑張るよ。頑張って8時29分に起きるね。お尻丸出ししちゃった。間違えちゃった。すごい不機嫌な感じでラジオ体操ももはや踊んないかもしれない。ここでいるかもしれない。名古屋行きたい。タンタンティーおいで。来てよ。待ってる。今ね、4人部屋なんだけど、1人 お客さんがいるの。美容師さん。聞こえた？かわいい。なんだっけ、さっさ。もうやばいじゃん。みんな大丈夫？え、違うよ。くしゃみ。やばいやばい。晩ご飯は、食べたのはさっき、これ言ってもいいの？あ、いいです。ヤバトンの味噌カツと山ちゃんの手羽先を食べました。いただいて、すごい美味しかった。ごちそうさまでした。さっちゃんだ、さっちゃんがうちらの部屋にいる。いい感じに家っぽいでしょ、こっち。だ、踏んだ。海外の部屋っぽいよね、やっぱ、うん、これやっぱタイ、タイ、タイはもうちょっと広かった。あゆとふみの部屋はこんな感じだったか、うん、で、あゆちゃんが床にいっぱい物散らかして、どうしよう、ふみさんに爪ができないって言ってたの覚えてる。いや、全部やったし、なんならね、その動画持ってるよ。ね、やばいよね。でもね、出せないの。あのね、あゆちゃんもう汚すぎるのもあるけど、下着丸見えよ。あのうちらももう笑いすぎてえらいことになってるし、てかあゆみもあの子自分の足がさ長いことを理解してないから、うん、竹感がいつも短すぎるのよ。本当にもうスレスレのスレコちゃんで見せられ、あの子足長いの自覚した方がいいと思う、マジで。そうそう。え、俺 YouTube アンドル何食べたの？名古屋飯だ。佐世さん拝みたい？しょうがないな。しょうがないな、今回だけだぞ。あれあれ、あれあれ。でもね、あの下は見せられないから。見せられないよ。かわいいね、かわちいね。かわちい、笹川、笹川です。笹さん、まだ、あざだらけになってませんでした、ね、化粧落としてなくて。ちょっと、ミオに、やばいやばい。縛り付けられてない。やばいやばい。かわちいだろ。かわちい、あ、やば、急にお腹空いちゃった。ああ、何でもあるから言ってね。ちょっと食べさせてあげるよ。こんにちは。笹がお腹を空かせている。食べさせてあげないとね。可愛すぎる、謝らめで超えたって。うわ、マジか。どう
あれなみれ国民的ブラボー。ヤバトンいいですね。ヤバトンめっちゃ美味しい。やっぱ美味しい。かわちいね。あ、メイじゃないか、さっちゃんだ。え、なんか来た。パッパカパーン、パッ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 パーン、パッ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 。夜のライブ、それ今日、明日あんま変わらんねや。え、明日がアレリー。え、しかも明日あれやんね。え、明日があれですよね、出番の後からちょっと開くやつですよね。あ、うん、明日開かない。あれ明日19時そのまま主演が物販。あ、28か、28が開く。なるほどね、なるほど、納得。ゴンザレス、あれ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 、ジュンヤこんばんざい。無敵コンビやん、嬉しい。メイササ意外といるよね。メイササありがとう。パッパカパン、アンドリュー、アリオヘバラありがとう。情熱の赤いバラ、ジュンヤ、ジュンヤ元気。ヤバトは昼限定あるんすけど、行った時メンチカツでうまかった。何それ。もう今日は1個目と2個目の間が2時間ちょっとあって、みんなどっか行こうよって言われたんだけど、私眠たすぎて寝ちゃったので、目開けたら楽屋に誰もいなかった。一番お前寝てただろうって言われそうだけど、やっぱもうね、どんだけ寝てもしょうがないのよ。ラプちゃんこんばんは、今日もお疲れ様でした、ありがとうございました。さっちゃん可愛すぎて思わずパンパカパン。あれ、ちょっと待って、メインにパンパカパンじゃなかったの。ちょっとパンパカパン、パンパカパン、パンパカパン、パンパカパン。ね、待って待って、すごいブサイクだよ、どうした。マジアイリさブサイクだって本当は。ブサだな。そんなことないよ、そんなことないよ、可愛いよね、可愛いもんね。あのさ、そこつかみながら喋るのやめてもらっていい。ルイボスティーです。で、誰かもルイボスティーを飲んでます。誰だろう、わかった、ピンポン。あ、ピンポン、違う、ドン。待って、もう一回走り方って、今のわかんない、今の走り方って、もう刺したのめっちゃガニ股だったよ。一瞬足もちょっと行こう。これ目じゃの、僕これ、うん、2時間あったから美容院行っちゃったよね。可愛かったよね。あ、一号星か。メイさん可愛すぎてパンパカパンでした。パンパカパン、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 ありがとうございます。僕もご臨終します。なーむ、ありがとうございました。ありがとうございました。 Yes, yes, we are the mom in パンパカパン、パンパカパン、パンパカパン、パンパカパン。これ聞くとね、あのね、やばい、筋トレしなきゃって気持ちになる。やっくんこんばんは、さっきはありがとう。明日も2本ライブがあるよ、みんな来てくれる。頑張るよ明日。明日は30分ライブが1本目に入りまして、その後がラッドホールでライブがある、なので来てね。やばいよ、明日も明日でね、明日を終えたら私は結構大変だけど、なんか大丈夫かなみたいな、わかる、この気持ち。大変なんだけど、あの、落ち着いてできる。もう明日が私はすごい山場で、しっぽじが頭に入ってこない。私は名古屋 OH、 名古屋に来てからもうしっぽじを永遠にやってたんだけど、もう私は5個ぐらいやってるんですけど、今回頭がバカになりそうだ。
明日も頑張って、ゆきちゃんありがとう、頑張る。先ほどはどうもです、どうも。ラジオ体操してから二度寝したい。そうしようかな、やっぱそれがいいかもしれない。明日も頑張る日、頑張るんだ。明日はね、私も早朝頑張ってラジオ体操したい気持ちではある。いや、みんな知らないでしょ、私高校の時ラジオ体操してたんだよ。マジ鬼。体育の授業絶対ラジオ体操から開幕だった。本当に卒業する前も、入学 してからも、卒業する前も永遠に理解してない。あれ、あんたどうするの結局。あ、そういうこと。クシいる。え、これだよ。でもこれ使う。あやさん、あれ私今クシどっか持ってきたよ。それね、どっかのホテルでね持ってきたやつだから使っていいよ、捨てていいよ。いいよ別に、どうぞお使いくださって。私自分の櫛あるんで。ありがとうございます。どれですか。あ、それ、うん、いいよ、どうぞ。今日赤羽着物さんチケット譲ってもらったんだから、運営のさん把握してくれるべか。うん、じゃあ目入れとくね、ちゃんさん。ありがとう。二度寝の寝顔写メ頼もうと。頑張って寝るわ。パリス、カオリ、こんばんは、こんばんは。明日頑張る日なんだよ、めちゃめちゃ。あの、いいポジションとかそういうわけじゃない。シポジがやばい。はじめましてのポジションはね、いつも緊張するんだよ。今日のね、2回目もやばかった。何がやばいって、ジャンピンナップジャパンがやばかった。ペイテン、ヤッホー、スミスミ。あんたのおしめ、今ね、見せられない格好してるよ。誰だ、すみちゃん。バナマ、あなたのおしめね、今本当に見せられない格好しているわ。よいしょよいしょじゃないのよ。だんだん緩くなってくる。これだってね、しょうがないよ、ゴムとかで結んだら。え、つまりさん大丈夫、椅子とか。椅子とか大丈夫。あ、垂れないこれ。あ、知らんけど。待って、待って、どんな色してんの？中。中、中染まってない。表面しか染まってないんだ。それは自身見てですな、見せてあげたいんだけど、ごめんね、ここからは有料なんだ。続きはウェブで。あ、ここやべ、私のぐちゃぐちゃした充電器置いてあるのがバレちゃうね。あ、名古屋みんな来てよ、待ってる。明日は3日目なので、ようやく折り返し地点に突入です。パチパチパチ。なんか私名古屋来たらどうなっちゃうんだろうと思ってたの、5日間でもね、意外となんとかなってる。ジュリアちゃん以外にいる。あ、今しょうがないの、あのしょうがなく脱いでる人、この人。よっち、こんばんざい、こんばんざい。でもね、ちゃんと下は来てるから大丈夫。優しい、なんかつまらない。そう、めっちゃ濃いんですよ、本当は。すごい面白い。お腹なっちゃった。今ね、ルイボスティックここにあってね、こんだけあんので。私がさっき買ったもの見せようか。ルイボスティック、どんだけルイボスティック摂取するの。あとよくわかんないね、カリンと買った。美味しいのかな。やっぱ夜中にコンビニ行くとさ、バカみたいに買っちゃうんだよ。これはしおりがくれたじゃがりこ、枝豆。なんでしおりじゃがりこくれたの。え、中でてかさ、しおちゃんね、あのメンバーに貢ぎすぎなのよ。そう、メンバーに貢いじゃん。気づいたら、気づいたらいっぱい買ってくれて。あとこれ買っちゃった。なんかマジでうん、うまくできなかったらいいね。反応なくても、うん、いやいや、幸せなん、うん、やばいね。やばいか。おしめん作っちゃダメだよ、無限に物あげちゃう。多分もいるでしょ。え、じゃあガチガチ推し、アイドルとかの推しを作っちゃうと、う、ね、あの本当に私もそうだったから気をつけな。なんか毎回プレゼントあげてた。そう、めっちゃ癖があるのよ。でも愛があるからいいよね、素敵。ルイボスティーアゲン、あとでもう一本もルイボスティーだし、もうルイボスティーの鬼だよ今。鬼、今冷蔵庫の中汚い。
なんかもういっぱい入ってる。もう5日間とは思えない量が入ってて底辺だ。ちょっと苦しいからベルトを外しました。すごく優しい。申し訳。これ終わったら私ねお風呂入るから。ごめんなさい、あくびしちゃった。なんかね最近永遠に寝てるのよ。眠気がやばい。永遠に寝てる。永遠の眠り姫っていうね。言わないか。お酒飲んでないわ、安心して。みんな明日の愛理には注目だね。今さっちゃんが可愛くしてくれてるから、みんなこの状況ね、本当はね多分ねこの関係性とかも含めて今私の目の前で起きている状況はきっと楽しいというか、みんなからしたらすごい尊いものだと思うから、みんなに共有してあげたいんだけど、いかんせん愛理を一切捨てない。一個も映してあげられない。愛理 NG です。ちょっと本当に肘とかないけどね。え、肘、肘とかじゃなくてさ、え、なんか顔だけとかでもさあるじゃん。でも顔もちょっと今日映せない。今日ブスです。違うよ、あの落としちゃったからね、メイクを全部。化け物が剥がれちゃった。え、もう全部入ったの？全部入りました。で、もう一回入るの？もう一回入ります。大変だ。ウーロン茶 is best。 あ、ウーロン茶さ、すっごい暑い日に飲みたくなる、たまに。でもご飯屋さん行くと絶対ウーロン茶なんだよね。あれ何なんだろう、やっぱ油を流してくれるからすっきりするのかな。永遠の眠り姫、棒かよ。おい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 、育つんじゃない？育つかも。え、名古屋終わったら身長3センチぐらい伸びてるかもしれない。春だからね、眠たい眠たい。常すや、最近もマジ秒で寝るから。でも使ってた。今日私はお昼寝もしてすごいいい生活してるわ。ライブ2本出てんだけどね。タルサケ久々じゃん。こんばんざい。チラリズム、ジャスミンしか買ったん。ジャスミン茶と三品茶って一緒って知ってた？みんな知らなかった。私もねこの間染めたの、したら真っ赤っきになりました。もうここがもう染まんなくなっちゃった。お昼寝してないでヨーグルトアイス食べに行ってよ。え、行こうと思ったんだよ。でもね、あのね、もうお昼寝しようと思ったんじゃなくて、もう寝てたの。え、本当に秒で寝てて、気づいたらあの一緒になんか外出ないって言ってた人たちもいなくなってた。いや、本当私秒で寝ちゃう最近。どうしたんだろう。昔そんな寝られなかった子なのに。でもヨーグルトアイスはちょっと本当に食べに行きたいからちょっと狙ってる。バッキュン、バッキュンからの逆キュンからのズッキュンからのドッキュン。置いてかれました。はい、すごいスヤスヤとしっかり寝られました。三品茶飲む？三品茶、そう。場所分かった？行けそう？私方向音痴だから連れてってもらう、誰かに。あとさ、DTV、間違えた、どこだあれは、ラドールの近くにさ、モンブラン屋さんあるじゃん、あれ食べたいんだけど、美味しいですか？行ったことある人いる？すげえめっちゃピコピコしてる。伸びまま、伸びまま、そう。え、あそこの近くにさ、フルーツサンドみたいなお店とさ、モンブランのお店がさ、隣接してるじゃん。わかるかな？名古屋の人ならわかるかな？え、そこに行きたくて行きたくて、私今日行こうと思ってたの、間時間寝てた。すやすやすです。めちゃめちゃ寝てました、すいません。あ、さっき私ねスカートめくれてるところ、アイリとかに写真撮られちゃったから恥ずかしい。あ、でもね、なんかね、ルイボスティーはビタミン C が入ってて、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに抗酸化作用を持つ栄養素らしいよ。だからめちゃめちゃいいっぽい。場所行けるかな、なんか大丈夫かな私これ。あー、やばいな、明日ライブのマイク表なかったら私のせいなので。何にも、ね、ヤバトンの豚ってこんなにさおっぱいあるの、めっちゃすごくない？
ジュース免許持ってない。すごいコールが流れてやばい、なんか鼻水すごい出る。スイスイ多いかな。え、今さ見せとったんちゃうの。そう、見せちゃった。さっちゃん髪の毛を染めてます。恥ずかしい。さっちゃん丁寧やからさ。え、なんかさ、え、これをさ、本当はさ、見せてあげたいじゃん。でもさ、なんか分かる、このメンバーがやってあげてるとかさ、しかも、さっちゃんがやってんだよ。それはさ、もうささささんからしても見たいやん。で、アイリンのファンの人だって、その経過だって見たいわけじゃん。だけど、どうしてもアイリを映せない。アイリがどうしても肌がどう見ても肌がジナジェの変顔の方が恥ずかしいから。え、なんかもう別にメンバーに気使う間柄でもないから。めっちゃぼかす。多少気は使うんだけど。あ、写真か。うん、多少気は使うけど。配信にはあんだ。配信出た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 。バンドジャパン大好きおばちゃんの来て。おばーっす。大好きおばちゃん来た。写真撮りに来ました。やばいやばい。いや、マジ本当に本当文春より。ごめんね、ちょっとイレギュラーが起きちゃった。まあそんな感じで名古屋も楽しく過ごしております。ちょっともうちょっとゆっくりとね、配信できる時間をちょっと取れたいんですけど、いかんせん私今からマイク表作らなければならんので、一旦ちょっと私はマイク表の方にドローンしたいと思います。すいません。やからみんなよろしくね。明日はそんな感じで、はい、明日は DT ビルディングさんからのラトホールです。ぜひ会いに来てね。ドローン、ビー玉ドローン、ブン。そんな感じで行ってらっしゃい、行ってきます、頑張りますということで、名古屋2日目ありがとうございました。以上、バンドジャパン仕掛けのデノシリーダネサルメでした。バイバイ。